えー、初ちパちゃんの山屋です。ブラック企業の社長に復讐す,する方法を教えてください、えー。給食に追い込まれ会社を閉鎖するとのことで解雇通知が届きました、えー。バレないように社員のレアマンゴーをバレまくなどギリギリ合法的な方法がありましたらご意見をおかせください。えー、っと、社員じゃなくて多分社長に嫌がらせをした方がいいと思うので、 えとそのまず同僚と一緒にその残業代出してないっていう記録をちゃんと用意して、で、その労働基準監督署に持っていくっていうのをやってください。で、あの、債権として一応それ請求できるようになるので、その会社が閉鎖になるとしても、会社に置いてある財産っていうのを、社員が給料代わりに差し押さえができるんですよね。 なので、あの、とりあえず、労働基準監督署を通して、その、あの、残業代の部分が取れる状態にして、で、その後、会社のいろんなもの、パソコンだったりとか、差し押さえて、で、もし、あの、なんか、社長の部屋になんか、高価なものとかあったら、それ会社のものだよねっていうんで、要は、あの、大体ブラック企業の社長って、会社の経費で物を買ってたりするんですよね。車だったりとか、なんか、あの、贈り物だったりとか、あの、スーツだったりとか。で、そこらへも経費で買ってるっていうのが、あの、経理さんに聞けばわかるので、そこらへも差し押さえ可能なので、 なので、そういうので差し押さえるようにしてください。パーカーは、パーカーあります。すいません。